東洋水産、マルちゃん、炭火焼き仕立ての青だしうどん、揚げ麺に粉末スープと火薬がついていて、一部の火薬は最初から入っています。麺は太く厚みもあります。輪郭は曖昧で気泡感もあり、ふくよかですがシャキッとした麺ではありません。スープは焼き魚の粉末がたくさん入ったような濁り感と乾いた香りがします。赤いきつねなど一般的なカップうどんと比べて全体的にすっきりさっぱりした味で、旨味もしつこくありません。醤油濃度は薄めで辛い刺激はありませんが、物足りなさは感じません。鶏の肉団子は6個入っており、ふくよかで力感もあり、とても効果的です。香りが特徴的な割にはワートらしさを感じず、うまく仕上げた製品だと感じました。